八剣マッサージ整骨院の出来事、話題、案内、お知らせ動画です。は、肩甲骨のところを刺しますか。今ね、押してるのが肩甲骨より下のところ。ここから、でも肩甲骨ってこっちですよ。こっち。じゃあ腰から上全部、なんだろう。商品にアイロンがけ。へえ。その袋に詰まってこないんですね。畳地がね。それまた手首いきそうですね、アイロンって。どうですか、強さは大丈夫ですか。久々ですもんね。あ、そうですね。あ、はい、今年もよろしくお願いします。そうでしたね。昨年はだって猫ちゃんのね、昨年でしたよね。そうですね。世界一頭がいい犬、なんだっけな、なんとかコリー犬、ボーダーコリーの話しましたっけ。ツイッターで流れてきた動画で、車がね、バックして、右に走りたいんですね。バックして右にハンドル切って走りたいんですよ。で、バックするその後ろに、子猫かなんか、人じゃないな、子猫がいたんですよ。バックしてます、車に子猫、子猫気づいてないやと、まあ怖いなーっていう時に、そのボーダーコリーがバーって来て、くわえて走って逃げるんですよ。で、この車は何事もなく、気づいてないから悪びれもせずスーッと行くんですけど、あれ見てね、これやっぱ動物って、まあ、能力の差はあるんでしょうけど、喋れないだけで、気持ちはあると、何も考えずに海に巻いて帰るんですよね。おっしゃ、帰り待ってるんですよ。うわー、ちょっとお前ごめんって言って、でも覚えてるんですね。初めて会ったと思うんですけど、まあ、にゃーって可愛い声で来るんですよ。で、僕は「ちょ、お前ほんとごめん」ってこうやって言うんですけど、伝わってなくって、今度は足元でこう、なんだ、サワサワしてくるんですよ。体寄せつけて。捨てなきゃよかったと思って。
で、おそらくその釣り餌もしくは釣果で上がった魚をもらって生きてるようですね。もうごめん、もう今度持ってくるからっつってお別れしたんですけど、ねえ、餌もらったらスーッと行きますけどね、もらえないと思うとすり寄ってきてね、かわいいなと思いつつ、西の浦漁港に行ってたんですけど、今年あんまアジが釣れないんですよね。あそこに数匹いるんですよ、黒以外に。今年は、多分困ってるだろうなと思って。去年じゃないや、一昨年がボコボコ釣れて、太ってましたからね、猫が。どうですかね、キャットフード持ってきてる人も中にはいるように見えますけどね。目に切れ目？いやー、そこまで見てないっすけど、逃げた猫ですか？はい。はい、片耳だけ先っちょがないんですか？こちらの花びらみたいな切れ込みを入れてあるんですよ。ほう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 、桜の花びら、ちょっと右肩に切れ込み入れて、うん、キノコそうなんですよね。今度ちょっとそういう目で見てみます。それだとベッドに餌ももらってるようでしょうね。おそらくはですね、フォローする感じで、そんなのがあるんですね。そうですか、花の切れ込みですね、桜の。なるほど。そうですか、タフなんですね。だって、猫って19歳か、だいぶ違いますね。今お一人でしたっけ？お兄さんか。あれですよ、オカマちゃんですよね。そういうの子だからなかなか写真撮るのが難しいです。太ってます？
それではまた。